パワーブック500シリーズはアップルコンピューターが1994年5月16日に発表したアップルマッキントッシュパワーブックポータブルコンピュータの製品ラインナップ。ステレオスピーカー、トラックパッド、インサネットを搭載した最初のモデルである。モトローラの 68LC040CPU を使用し、CPU ドーターカードを使用して後に発売された。 パワー PC アーキテクチャにアップグレードすることができる。9.5インチのデュアルスキャンパッシブカラー、B&W ディスプレイを使用する最初のパワーブックシリーズであり、ステレオスピーカーを備えた16ビットステレオサウンド、拡張塀、PC カード機能、2つのバッテリー塀、回1回1にファンクションキーを備えた、フルサイズのキーボード、外部モニターに接続している間の画面は、 スリープ状態できる機能がついている。また、バッテリーには、ショート防止端子カバーがついている。ローケルトック経由で、シリアルプリンタまたはネットワークに接続できる、シリアルポートを一つ内蔵。もう一つのネットワーク用端子として、アーウィポートもあった。パワーブック500シリーズは、パワーブック5300シリーズの発表とともに、収束した。 同時にローエンドとして発表されたパワーブック190は唯一 68LC040 プロセッサを搭載した500シリーズの後継であった。540C はインセンリーグレートマッキントッシュに基づくと過去2番目に良いパワーブックと評価された。パワーブック500シリーズは1994年5月16日に発表された。 ハイエンドのアクティブマトリックス LCD パワーブック540シート540すぐ後にパシブマトリックス LCD の520シート520が登場したマーケティングのハイライトの一つはパワー PC の CPU および PC カード拡張へのアップグレードの約束だったこのモデルの導入は Apple が6 8キロラインの CPU から 新しいパワー PC チップに移行中の時代で、アップルの広告とパワー PC 計画は同社の頭痛のためだった。その画期的な設計に対する強い需要と、アップルによる顧客は完全なパワー PC パワーブックを待つという誤った市場予測により、発売直後から供給不足が生じた。当然のことながら、540はラインから外され、 8MB の追加メモリとモデムはインストールして出荷されるようになり、ハードドライブの容量は 160MB と 240MB から 320MB と 500MB に変更され、インストールされたシステムは漢字トーク7.1、1から7.5へ変更された。PC カードケージもリリースされ、マッキントッシュで初めて PCMCIA 機能をラップトップに追加する。 ことが出るようになった。1995年、アップルジャパンは 550C と呼ばれるアップデート版、より大きなディスプレイ、フプを搭載した CPU68,040、CPU 750MB とより大きなハードドライブ、黒い筐体で日本語キーボードの機種を発売した。この機種は日本でしか販売されず、FCC 認定を受けていない。 新しいパワー PC を搭載した PowerBook 5300が遅れることで、PowerPC のアップグレードが要求され、ニューアテクノロジーは Apple のアップグレードモジュールを最初に生産したにも、かかわらず Apple の前に自社ブランドでアップグレードカードを市場に出し始めた。その上、Apple の 100MHz の製品に対し、ニューアテクノロジーが百十七が 117MHz 製品を発売した。 その後、ニューアテクノロジーは、その製品ラインがアップルにとって問題とされた時には、最速のパワーブック5300、6800ドルのパワーブック5300セを上回る 167MHz モデルのパワー PC ドーターカードを発表した。アップルがパワーブック1400を発表した頃、ニューアテクノロジーは 128KB の L にキャッシュを、 搭載した 183MHz のアップグレードカードを発表し、パフォーマンスのパワーカーブを先に進化させた。ニューアテクノロジーは、コネクタの供給が途絶えたために 183MHz のアップグレードカードを多く生産できないと述べた。パワーブック500シリーズで業界初のものそして、パワーブックとして先駆けて注目された仕様。使用 パワーブック500シリーズのブラックバードプロトタイプの筐体カラーは黒だったが実際の5つの生産モデルのうちの1機種だけが黒だった。それは日本でしか販売されなかった 550C だった。550C は他の4つの2トーングレーモデルとは異なり、より大きなアクティブマトリックスカラー LCD、日本語キーボードとフル68,040プロセッサを 含むいくつかの重要な点で異なる。他のモデルはすべて濃い灰色のトリムを持つチャコールグレーで様々なディスプレイが付属し 68LC040 プロセッサを使用した。12個のファンクションキーを備えたフルサイズのキーボードと解像度640-480のディスプレイが搭載されたことはシリーズ全体で一貫している。グローバルビレッジで開発されたモデムは ユニークなニッパーと設計。モデムコネクタ付き、トランシーバは背面に取り付けられ、モデム自体は CPU 動タカードの隣にある。これは V32 ターボで1 9 2 k b S の最高速度だが、他の V32 ターボモデムでは公式の標準がない、ため1 4 4 k b S に落ちる。新しいプリンタ、モデムポートのバグが原因で、 ドライバーを2.5 5にアップグレードし、GV インストールでセレクタを置き換えなければならなかった。パワーブック500シリーズには2つのバッテリーを同時使用できる機能があり、搭載された2つの充電済みバッテリーから4時間の駆動が可能だった。左側のバッテリーベイにはカスタムモジュールを取り付けるための内部 PDS スロットもあった。多数のプロトタイプが作成されているにもかかわらず、 わずか二つの製品だけが市場に出荷された。一つは PC-MCIA モジュールだった。D はバ・リベビー y 及びリベックという三つのバージョンがある。リベックではパワーブック5 0 0シリーズ販売終了後に開発された技術で1 6ビット w i f i カードを使用できることが便利である。PC-MCIA モジュールの様々なリビジョンは 開発中の PCMCIA 標準に対応するために Apple によってリリースされた。これらのモジュールは見つけるのが難しく、リベックモジュールは特に1 6ビット iFi カードで動作するため需要があった。PC カードケージ1 6ビット、にタイプ i2 または1タイプ3カード 68000CPU を使用して PC カードプロトコルを PDS に変換する。 もう一つは、フプーのコプロセッサーで、パワーブックの 68LC040CPU の欠点を補う製品。ソネット製のフプーモジュールは、68,882フプーコプロセッサーを使用している。30万台しか生産されなかった、パワーブック5300シリーズに対し、パワーブック500シリーズは、合計60万台生産された。 ほとんどのラップトップには、グレースケールのディスプレイ、8ビットオーディオ出力、モノラルスピーカー、バッテリーの寿命が不十分で、一部には、サイドマウントのトラックボールが搭載されていた時代。多機能、RV、トランシーバーを介した内蔵インサネット、今日のファイヤーワイヤーの先駆けであるスカジーポート、および ADB を使用し、デスクトップマッキントッシュのすべての機能を搭載していた。ありがとうございます。